馬体験のことがあって、最近は少し憂鬱だったけど、東雲さんが教えてくれることになってよかった。これで、ほんの少しでも、せめて何を書いてるのか分かってもらえるくらい上手くなれれば、きっと大丈夫だよね。結局、教えてもらう場所はまだ決められてないけど、どこかいいところあるかな。みんな、おはよう。あれ？タクタクタコタコ9番プニプニ、まるまる太陽333。エムちゃん楽しそうだね。何書いてるの？あ、ほのみちゃん、タコさん書いてたんだ。タコさん？はあ、エムちゃんすごく上手。可愛くて明るい雰囲気もあって、小さい子も好きそう。いいなあ。私もこれくらい描けたらいいのに。今度の職場体験でちっちゃい子に絵を教えるでしょ。でも私、誰かに絵を教えるの初めてだから、うまくできるかちょっとは不安なんだ。だから今から練習してちょっとでもうまくなりたいなって。エムちゃん、こんなに可愛い絵が描けるのに、エムちゃんも不安なんだ。あ、そうだ、ほのみちゃん、一緒にお絵描き練習しようよ。先生役とちっちゃい子の役を交互にやってくの。そしたら教える方も描く方も練習できるでしょ。あ、うん、いい案だと思う。思うんだけど。でもそれってエムちゃんに私の絵を見せることになるよね。それは。ほのみちゃん？あ、ごめんね。実は。ほのみちゃん、絵を描くの苦手だったの？何を描いてもうまく表現できなくて、絵を見て笑われることもあるんだ。だから幼稚園で絵を教えるって知った時、どうしようって不安だったの。そうだったんだ。だからほのみちゃん最近元気なかったんだね。ごめんね、エムちゃんに見せたくないわけじゃないんだけど、人前で描くのは少し抵抗があって。でも絵が上手い人に教えてもらえることになったから、上手に描くコツとかを聞いて、本番までにはなんとか描けるように頑張ろうって思う。いいな。いつ教えてもらうの？週末なんだけど、まだ場所は決まってないんだ。私の部屋、エアコンの工事が入ることになってて使えないし、でも相手の方のお家にお邪魔するのも申し訳ないなって思って、いい場所がないか探してるところなの。そっか。あ、それなら私もその練習一緒に参加してもいいかな。え、 M ちゃんも？うん、私も絵の練習したいし、ほのみちゃんと教えてもらえるなら嬉しいなと思って。それに私の家だったら全然大丈夫だし、思いっきり絵が描けると思うんだ。ほのみちゃんと教えてくれる先生が良ければだけど。ありがとう、エムちゃん。私は大丈夫だから、教えてくれる人、東雲さんに聞いてみるね。望月さんに送ってもらった地図からすると、大鳥さんの家はこの辺のはずなんだけど、それっぽい家全然見つからないし。
あの子、どこかで見たことがあるような。あ、あの時の。ん？やば、聞こえちゃった。あ、もしかして東雲さんでしょうか。ってことは、もしかしてあなたが。はい、望月です。今日、絵を習う予定の。望月さんってあなただったんだ。え？最近、何度か絵画教室の前にいたでしょ。実は私、その時見かけてたんだ。見られてたんですね。恥ずかしい。すごく真剣な顔してるなって思ってたけど、やっぱり悩んでたんだ。それなら、ちょっとでも力になってあげないと。じゃあ改めて、私は東雲エナ。エナって呼んでくれていいよ。はい、望月花見です。今日はよろしくお願いします。エナさん。うん、よろしくね。っていうか、大鳥さんってこの家どこにあるの？ずっと探してたんだけど、全然見つからないんだよね。ここが大鳥さんの家だと思います。え？ここって美術館とかの敷地じゃないの？大きい門と柵しかないし。その門に大鳥って表札があるので。本当だ！大鳥って書いてある！嘘でしょ？こんな家に住んでる人、実在するの？確かに、こんなところに美術館あったっけって思ってたけど。Mちゃん、大鳥さん、お嬢様なので。いや、お嬢様にも程があるでしょう。こんな家に住めるなんて、相当大きな会社の社長令嬢としか。お？大鳥？いや、まさかね。フェニラン経営してるあの大鳥グループの人とか、そんなわけ。多分その大鳥さんで会ってると思います。私もお家には初めて来たので、びっくりしましたけど。大鳥グループのお嬢様に絵を教えるってこと？はい。その、事前にお話ししてなくてすみません。絵を描くことで頭がいっぱいになってしまっていて。いや、報告されるほどのことでもないし、別にいいんだけど。ちょっとびっくりしちゃった。じゃあ、ひとまず、入ろうか。はい。何これ、やば。リビングから庭園が見えてる家とかある？お高いホテルレベルじゃん。っていうか、あそこに飾られてるのってレミドールのパレード？まさか本物じゃないよね。これがお家なんですね。花見ちゃん、篠野ののめさん、いらっしゃい。はじめまして、私、大鳥 M です。今日はよろしくお願いします。って、あれ？もしかして、この間、朝比奈先輩と一緒にフェニックスワンダーランドに来てくれた人ですか？え？朝比奈先輩、フェニックスワンダーランド楽しんでください。ここはみんなを笑顔にしてくれる場所なので。フェニランでショーキャストやってるっていう真冬の後輩ちゃん。はい、私、大鳥 M です。まさか朝比奈先輩のお友達なんて、びっくりです。今日はよろしくお願いします、篠野ののめさん。うん、よろしく。て
ていうか東雲ね、東雲の目じゃなくて。あ、ごめんなさい。東雲のじゃなくて東雲目目ですね。でもエナで大丈夫だから。なんか結構ぶっ飛んでる感じの子だな。やっぱお嬢様だから。真冬が普段どんな感じでこの子と話してるのかちょっと気になるかも。お、いらっしゃい。 M のお友達だよね。今日は遊びに来てくれてありがとう。あ、こんにちは。お邪魔しています。そんなにかしこまらなくても大丈夫だよ。後でお菓子を持っていくからゆっくりしていってね。ありがとうございます。それじゃあ早速私の部屋に行